はストラタのバルキネス・クリアス。リューポルマルなんだね。初めて見たよ。でもちょっとくすんでるね。大統領閣下の許可を得て調査にやってきました。バルキネス・クリアスを拝見してよろしいでしょうか。大統領の許可があるなら構いません。どうぞ。ああ、なるほどなるほど、こうなってるのか。見るからに壊れてるところがあるから、ここが変に干渉してるんじゃないかな。だったらこれをぐるぐるってやって、最後にガッとね。これは適当にいじっただけなんだけど、結果オーライみたいだね。あなたたちは一体。回収なぜここに。おい、返事をしてくれ。リチャード、やめて。リチャード、戦っちゃいけない。邪魔をする気か。リチャードは。何を。何をするつもりだ、リチャード。こんなバカな。バルキネス・クリアスが空っぽに。ダメです。全てのケーキが残量なしと出ています。貴様の顔を見ると、虫塚いる限り反則の時が訪れることはない。いずれ決着をつけてやる。覚悟しておけ。待って。ソフィー、どうした。ダメ、リチャードは、リチャードは友達。ダメ。みんな、悲しむもの。ソフィー、しっかりして。もう平気。アスベル、リチャードのことなんだけど。このまま放っておいたらいけない気がするの。でもリチャードは友達。戦うなんていけないよね。なのに私、戦おうとして、ごめんなさい。ソフィー、俺たちも同じ気持ちだ。戦う前になぜあんなことをしたのか確かめないと。しかし、一体何が起こったというのだ。リチャード陛下がバルキネス・クリアスの力を吸い取ったというのか。
手上げ。こうなったら私にもどうにもできないよ。なんてことだ。バルキネス・クリアスがなければ我が国の将来はどうなるんだ。アスベル、大統領には何というつもりだ。とにかくありのままを大統領に報告するしかないと思います。リチャード、ラントで最後に会った時と様子が似ていた。一体どうしてしまったんだ。アスベル、リチャードはもう元に戻らないの。そんなの嫌だよ。いや、そんなことはないはずだ。とにかく一旦大統領のところへ戻ろう。これ以上ここにいても仕方ない。